坂本ちゃんといえばやっぱアイドル。まあありがとうございます。この世代のこっち系の方はみんな80年代アイドルが大好きなんですよ。あの当時のアイドルとともに青春の伴走者っていうのかしら過ごさせていただいて、私は今でも当時の70年代80年代昭和のアイドルの方々には感謝してます、はい、なんか最近またそのところの曲が注目されているということですよね。だからきっとそのテレビ局の作る側の人がもうこの世代になって当時楽しんでいたアイドルとかの曲とかをフィーチャーするのが多くなりましたよね、うん、だからこの世代なんでしょうね、うん、偉くなった人たちが曲にちょっとこだわっていきたいと思います、はい、ということで今回のタイトルは、はい、この曲のこのフレーズが最高ベスト3。素晴らしい。1回目と違ってちょっとタイトルコールがちゃんと言ってくれるようになったわね、はい、これは3曲はやっぱすごい、これ大変ですので私はこの瞬間思い出す気になる好きな歌ってことにしました、はい、あの本当人生の3曲とかになっちゃうと違うこともなっちゃうけど、その時によって違うんですよ。私もきっと第3位は吉本美代子さんの白いバスケットシューズです。吉本美代子さんはミッチョンっていうニックネームが浸透したじゃないですか。あの私思うにアイドルでニックネームが浸透したって、もちろんあの中身美穂さんでミポリンとか酒井紀子さんのりぴーとかあるんですけれど、それは自分の名前をでちょっと変えたくらいじゃないですか。ミッチョンって、ミッチョンで美穂子でミッチョンってある意味強引じゃないですか。だから何て言うのか、そういった意味でのニックネームで成功した例っていうとキョンキョンかミッチョンぐらいだと思うんですよ。で同じ85年デビューした橋本美香子さんって方がきっと事務所が一生懸命作ったニックネームなんでしょうね。まつげちゃんってニックネーム作ったんですよ。それまつげが長かったのでそれはちょっと浸透しなかったんですね。でミッションってやっぱ言いやすいし、なんかこうあの元気いっぱいのイメージもあるし、はい、だからスタッフの方のすごく才能センス素晴らしいなって思う吉本美代子さんのデビュー曲が85年の3月でですね、定築レコードから白いバスケットシューズという松本隆先生と井上大輔さんが作った歌なんですけれど、やっぱコンさん、あのアイドルのデビュー曲って本当に重要だと思うんですよ。アイドルの1年目特に最初の1曲って重要で、その子の今後のアイドル人生の色付けしちゃう時期だと思うんですよ。だから周りのレコード会社の大人がその15、6でデビューする女の子たちに、この子はどうやって売り出していこう、この子のこういうキャラだからここを増長させてこうやっていこうとか、やっぱすごい時間、オーディションで選ばれてデビューするまでの1年近くぐらいを一生懸命練っていたと思うんですよ。だってデビューすることによってその事務所を存続をもしかしたらダメにしちゃうかもしれないじゃないですか、ポシャっちゃって。だから本当集中してたと思うんですよ。で吉本美代子さんの場合は事務所が芸営さんで、西城秀樹さんとか岩崎宏美さんとか河合直子さんとか石川秀美さんのその後のアイドルなんですよ。河合直子さん、石川秀美さん、吉本美代子さん、それできっと事務所の方々もやっぱ石川秀美さんのスポーティーな感じ、元気な感じ、なんかホットパンツみたいな感じでデビューさせようっていう感じがして、彼女の衣装もスカートじゃなくてホットパンツだったりするんですね。でましてもこの曲がアイドルのデビュー曲としては素晴らしい曲だと思うんですよ。あの私この曲ね、最初の出だしの可愛らしいんですよ。あの歌うの恥ずかしいから歌いませんけどイントロとか曲とか素晴らしくて、松本隆先生は85年にデビュー曲としては吉本美代子さんと斉藤由貴さんと中山美穂さんと本田美奈子さんは3曲目ぐらいかな、はい、なんだっけありますよね、松本隆さんなんですよ、はい、テンプテーション、あの聖子ちゃんが85年に一旦結婚で休業したので松本隆先生の手を離れたんですね、うん、なので他のアイドルのにも目が向いたみたいな感じで結構松本隆さんはあの他のアイドルに提供してたんですけれど、その中で私白いバスケットシューズは結構すごく上になっていて、あの松本隆先生の書く女の子のシチュエーションってちょっと気弱な男子がいて女の子がえちょっとしっかりしなさいよみたいな、ちょっと上からその女の子の上から男の子をついておいでみたいな感じのシチュエーションが多くて、この歌の2人もまだ初々しい感じで、なんていうのかしら、まだあのお互い好きなんだけれど告白まだしてないみたいな、まあアイドルのデビュー曲ですから可愛らしい曲なんですけれど、歌詞に中あ曲も転げるような曲で素晴らしいんですけれど、私歌詞で素晴らあここ来たかって思ったんですよ。
どこだか分かるかしら、コンさん、このフレーズみたいな、分かる？もうすぐなんですよ、これ。ここです。春の風が冷たくて借りたのスタジアムジャンパー。次です。風邪ひいても知らなくてよ。わかる？あの時代も今も女の子でなんとかてよなんて使う人なんかいないんですよ。昭和なんか明治大正みたいな感じじゃない、ハイカラさん時代の。それを普通に何の違和感もなく風邪ひいても知らなくてよ。だから当時もちょっと話題になったんですよ、アイドルマニアックのアイドル好きにとってみたら、え、てよっていうの何みたいな。でもただ曲と吉本美代子さんの歌声になってしまうと何の違和感もなく聞こえちゃうっていう。だからなんて言うんでしょう、アイドルソングの面白いところってそういうところありますよね。松本隆さんはこの以外にも82年に出した聖子ちゃん の, あの小麦色のマーメイドってあるんですよ。で歌詞で私裸足のマーメイドってあるんですよ。え、人魚で裸足みたいな、ああいうなんて言うんでしょう、おかしいけれどでもみんなうなずいちゃう、そういうのありますよね。あの歌詞によって時代変えちゃうみたいな。だから松本隆さんで言うと聖子ちゃんの赤いスイートピーで、あの当時82年の当時に発売された当時にスイートピーで赤色ってなかったんですよ。で、あの音がめちゃくちゃヒットしちゃって、その後に品種改良で今赤いスイートピーってあるんですって。だから松本隆先生は時代を変えるみたいな、え、すごいですよね。このテオで、あ、テオは時代変えてませんけど、だ、なんでしょう、すごくないですか、吉本美代子さん。ここキスミーダーリン、砂にカーブ描く足跡、つかず離れずなの、ここのつかず離れずっていうのが2人の距離感。そうだからアイドルのデビュー曲はやっぱ片思いとか、あのまだ恋しててもそこまで深くいってない感じの感じが素晴らしいと思います。あとここの心のハープかき鳴らして、だからこの世代の同年代の女子の方が男子より感覚上なんですよ。で女子だ、あのもう大人なわけですよ。だからこの心のハープかき鳴らしてっていうのは、でもやっぱグイグイ行くと引いちゃうから、そういうふうになんていうか持ってきたいんだけどっていうジレンマ、女子のみっちょんのジレンマがここの心のハープかき鳴らしてに出てると思いますきっと。でも同じ時にデビューした85年にデビューした本田美奈子さんはデビュー曲が殺意なバカンスって言うんですよ。アイドルのデビュー曲は白いバスケットシューズとか初々しい中にいきなり殺意なバカンスって何みたいな。で詩の内容がプールに なんか指輪がなんか落として拾ってごらんみたいな、ド S すぎる歌なんですよ。あれすごいですよね。でも本当はあの2曲目の好きと言いなさいがデビュー曲だったんですよね。でも本田美奈子さんが殺意なバカンスをデビュー曲にしたいって、アイドルでデビューしたてのアイドルが自分の自己主張でこれがデビュー曲にしたいって言えるってすごいですね。だから時代がそういう時代だったんですよ。でその後おにゃんこクラブもデビューしちゃうので、こういう吉本美代子さんとか松本のり子さんの正統派っていうのは85年っていうのはちょっと不運な時代だったなって感じがいたします。究極おにゃんこの普通がデビューしちゃったので。そうね、でも未だにあの美代子さんは歌声が素晴らしくって初々しさがあり、あのなんかこれ見逃しの歌唱力じゃないんですよ。ちょっとこう一息ついた感じのホッとする永遠歌声聞いてられるかなみたいな歌声で、あの平尾正明音楽スクールに通ってらっしゃっていたんですって。だから基礎もしっかりしていて素晴らしい声だと思います。この間あの小泉今日子さんがオールナイト日本のラジオをやったんですよ。その時も吉本美代子さんの話をしていて、あのみっちょは歌がうまいからっておっしゃってました。だからアイドルは歌がうますぎてもダメなんですよ。やっぱだから聖子ちゃんは当時のプロデューサーさんの方が声が歌えちゃうから、デビュー曲の裸足の季節はちょっと抜いた感じの歌声をシングルにしたって言ってました。だから初々しさは必要だと思うんですよ。だからやっぱアイドルを当時のアイドルを売り出すノウハウっていうのは面白いけれど本当難しい、大変だったでしょうね。いろんなアイドルがデビューしてきたので、吉本美代子さんは私の中にこの白いバスケットシューズは未だに心に残る名曲だと思います。そう言われているのがその知らなくてよのてよです。こだわりである、誰が使ってるんでしょうね、テオって。だからお嬢様の感じですよね。だからこういう歌詞でいろいろ読めますね、時代も読めるし。だから松野隆先生大万歳。第2位は昭和のアイドルソングベスト20とかってやったら必ず上位に来ると思うんですよ。